埼玉の逆襲。さあ始まりました、埼玉の逆襲。どうもこんばんみ、 MC のビビる大木です。よろしくお願いします。そしてどうもたまやんです。はい、よろしくたまやん。ビビるさん、我々が満を持して制作しております例の埼玉150周年記念スペシャルドラマが間もなく全国で放送されます。言ってたね。もう151周年目に入っちゃってんだよ。そうなんですけれども、ザ・埼玉の主演を務めた北和田さんとリモートでつながっています。ビビルさん、ガシガシ聞いちゃってください。北和田さん、どうも、ビビル大木です。はじめまして、北和田です。よろしくお願いします。お願いします。このザ・埼玉のドラマ撮影、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。埼玉を舞台にした作品に出るというのはどんなお気持ちですか？いや、もう本当に嬉しかったですね。いろいろ増えてるじゃないですか、今埼玉の作品だったり、はい、そういうのに出たいなって思ってた時だったので、すごく嬉しかったです。川田さんは埼玉県出身なんですよね？そうです、新座というところですね。新座市、はい、じゃあ生まれも育ちも新座ですか？いや、生まれは実は広島なんですよ。いや、ちょっと話が違うじゃないですか。いや、でも広島生まれの、で記憶がもうまだ歩けてない時に埼玉に来たので、はい、もう僕は埼玉出身っていうふうには思ってますね。本当ですか？それ、はい、ロケ地が広島のドラマ行ったりすると、僕生まれは広島なんでイズムは広島イズムが入ってるみたいなことは当然言ってるわけですよね、広島で。一回もないですね。今後あるかもしれないですけど今はない。お願いしますよ、埼玉のこと。はい、スペシャルドラマザ・埼玉裏話。どの辺が大変でしたか？このドラマの分量と期間ですね、はい、時間との戦いっていうのが。どれぐらいだったんですか？3日間です。3日間？はい、いや、これもう本当笑い話ですよね。3日間、はい。まあ結構複雑なところは一回じゃあ通してやりましょうとか、リハーサルやってみましょうがあったんですけど、ほぼ一発本番で行ってみますみたいな。ドラマですよね。そうなんです。だからどうなるかがわからないっていう、撮影している舞台みたいな感じですね。そうです、そうです、もう一発本番で行くぞっていう、うん、あ、もうでもそれやっていかないと間に合わないスケジュールと。そうですね、はい。いや、脚本は結構覚えられました？すぐ本も結構変わるんですよ。え、撮影中にですか？もう撮影入る何日か前から、はいはい、なんかコロコロっと変わって、台本が変わるんですか？そうなんです。で、僕がちょっとびっくりしたのが、ほぼ決定校っていう、ほぼってなんだろうっていう。だったら決定してくれよみたいなね。そうなんです。うわ、大変だこれは。みんな、話を聞いただけでも大変そう。でも今作では嬉しい共演もあったんだって。それがこちらの敵役として出演している和田雅人さん。ちゃっちゃかちゃっちゃかやっていきましょうや。ショーン金沢っていう役を雅人がやるって言って、衣装合わせで久しぶりってあったんですけど、もう役に入り込んでて、もうバッキバキな、もう大阪人が来たっていう。もう仕上がってましたか？そうなんです。お前の話なんて絶対なんか聞かねえぞっていう、もうそのオーラがすごくて、さすが雅人だなっていう安心感はありましたけど、そういう意味では。じゃあもう和田雅人君も、もう全力で取り組んでくれたってことですね、うん、だと思います。いや、もうザ・埼玉っていうドラマだから、本当俺誰かしら手抜くんじゃないかと思って心配してたんですよ。さん、じゃあ役、ね、一応役作りとか、そういう役像、うん、こういう風がいいかなとか、いろいろね考えて現場に行ったということだと思いますけども。そうですね、はい。で、この写真見てると、うん、木川田さんの T シャツになんかモザイクかかってるんですよ。はい、これ なんかね見たことあるデザインのような。この T シャツがその
キーになってるというか、僕もね、こう、この埼玉の逆襲っていう番組で、うん、埼玉 T シャツをたくさん見てるんであ、そうなんですか、はい、だからひょっとしたらと思ったんですけど、じゃあ書いてある街が結構キーポイントなのかな、なんですかね、そうなんですね、これ見たことあるんですね、ありますよ、僕この、ドラマのために作ったものだと思ってて、ですかね、もうどっちかっていうと作っちゃったからドラマで使おうみたいなもうねジェイコンも回収が大変なんです今そうなんですね、そうなんですよ、ちょっとそこもじゃあポイントとして楽しませてもらいます、はい、さあじゃあ木川田さんが主人公を演じる上で、はい、なんかちょっと悩んだポイントとか苦労したポイントっていうのはどの辺ですか、うん、埼玉県人 その代表というか、はい、その和田くんのセリフでもある真面目控えめつつましやかとかってセリフあるんですけど、ああそういうのを、表現しなきゃいけないので、はい、全部こう受けの芝居なんですよね、こうな何言われてもこう実はこう思ってるんだけど言えないなとか、そのことに対してはちょっとおかしいと思ってるけどどう思われるかなとかっていうのを思いながらの芝居だったので、はい、結構ストレス溜まる芝居というか、埼玉の県民性はストレスが溜まるもう全部受けてこうしょってしょってっていう感じなので、埼玉県というものをキャラクターにしたらこういうことかなってことですよね、はい、きっとそうですそうです、はい、そうです、あ、じゃあそれは大変ですね、はい、でもやっぱ共感とかそういう部分ありましたか、ありましたありました、この場をうまくしようみたいなことは僕自身思ったりすることが多いので、あ、そういう意味では埼玉の血がちゃんと流れてるんだなっていう、いや生まれは広島とお聞きしましたんで私忘れませんよそこはで、撮影はじゃあ基本埼玉でやったんですか、そうですそうです、埼玉のいろんなところに行ってやりました、じゃあ新座も、新座は出てこないんですよ、これはなぜ出てこないか、木川田さんね、新座なのに、そうなんです、おかしいですね、はい、なんか不思議なドラマになりそうで楽しみにしております、では最後に、はい、ザ・埼玉の見どころをお願いします、はい、埼玉県民もそうじゃない、人たちにも楽しんでいただける作品になってると思います、ぜひお楽しみに、はい、楽しみにしております、さあ本日はお忙しい、忙しい中ありがとうございました、ありがとうございました、木川田雅也さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、またお願いします、お願いします、選と内定は埼玉県、ここで速報です、埼玉に選とが内定しました、ほら配るで、全員整列、埼玉県民なんかちょろいもんですわ、大丈夫ですよ、バレてませんって。